チャオ、あっちゃんです。今日5月11日あっちゃんのね、あっちゃん家のあれ食材買い出しから行きます。今日の飲み物はモンスターエナジー。久々に緑のモンスターを飲む。久々にきついな、なんか味が剥がれんねん。これやっぱりテーピング買わなあかんのかな。前にね、病院でテーピングもです。なくなったよね、もうね。諸葛系無線です。では、まあ、割れた仕方ないけど、こんな箇所やからさ、うまいこと密着せんのよね。壮大な夢を見たんやけど、覚えてないんだよ。ね、舞台はここ。舞台は、なんていうのかな。ここら辺、大田。大田。やねん。で、うちの近所から、まあ、いろんなとこが出てきたの分からんねん。そのもう覚えてないねん。で、出てきた人物はあっちゃん、みきちゃん、でいろんな人たち、まあ、いろんな、なんか知らんねんけど、壮大なやって夢やって分からんねんけど、結構壮大な感じやって、壮大な感じやねんけども日常やねん。不思議な夢やねん。ね、覚えてない。夢ってそんな甘いけどね。にやってるとね、自分の心の中をすごいさらけ出されてる気がする。気づいてんねんけども気づきたくないというのか、自分の中の自分をすごいなんかこう表に出されてる感じがしてね、わけわからへんねんけど涙が出てくんねん。で、自分の心が痛くなってくんねん。で、もちろん切ないとかもあるよ。で、ストーリーがすごい、なんていうのか、すごい切ないストーリーやし、それもあるんやけど、それ以上に、なんていうのかな、自分の心にすごいなんか、なんていうの、気づかされるっていうの。だから、なんで強がってんのかとか、なんでそんな、あれな、やっぱ多分これあれやね、桂さんと被るんやと思うね。桂さんが自分の被る、あんなかっこよくないね。かっこよくないけど、感じがね、表向いて強がってる。だからその立場があって強がってる。これってね、もちろん今もやけど、過去ね、過去の自分やねんけど、強がってて、で誰にも打ち明けられへんでねんけど、うちはすごい弱い人で、好きな人に傷やねんけど告白もできず、で勇気を振り絞って、まあこうキラボーに言った言葉でお互いが心を開いたみたいなね、っていうところなんかそっくりなんね。で二人っきりになったら恥ずかしいねんけども愛の言葉を交わし合う。だから
結局ミキちゃんとはもういつも愛してるよって言ってたけど、あれは照れくささと恥ずかしさを通り越した後の話ね。最初ミキちゃんと出会って、もう出会った瞬間結婚するかなっていう、そういうなんていうの、何か感じるものがあって、これはねやってんけど、そこからねミキちゃんがちゃんの元から一回離れたり、ミキちゃん逃げたんよね。このままでは絶対に恋に落ちると思ったらしくて、あっちゃんもミキちゃんと絶対恋に落ちるやろうけど、あっちゃんは話したくなかった、いつもそばに置いときたかったっていうのがあってね。そんなもあって、なんかなんやろう、今までだからミキちゃん、あっちゃんミキちゃんストーリーを動画にしたりブログに書いたりしてたけど、そこのまだまだ奥まで掘り起こされて気づかされた感じがする。もう一回だからストーリー書く、もう一回だからあっちゃんとミキちゃんの恋愛ストーリーを書いたら、書いたらっていうかストーリーっていうかね、まあ、実際あったことやねんけど、それ書いたらもっともっと深い恋愛小説が書けるかもわからない。それぐらい自分で気づいてない自分を気づかされた。でゲームでそこまで深く入れるとは思わなかったわ。でこれでも私一人やからね、あと他の人たちに行くとどうなるのかわからない、そこまで入れへんのかな、最初にまあハクさんに行ったのが良かったのかもわからんけど、これで違うぞっていう人とやったら、なんかあったやろな、あのゲームに入りきれへんかって途中で終わってたかもね。前のだからね、絶対階級学園もそうやね。やっぱりリクさんでどっちかって言ったらツンデレ、ハクさんに近いタイプ、いつもなんかこう強がってるけど弱いところを見せてきてっていうのね、似てるんよね。だから入れたのかもわからんけど、でリクさんもう一人誰やったっけ、途中までやりかけてた人、いつもこう優しくしてくる、クラマさんに近いタイプのね、あの人のとこまで行って途中でやってないのはね、なんか入りきれへんところがあるね。であれ他の言うたら誰やったっけな、忘れたの、熱い人とか、ちょっとこう影のあるキャラのあの子たちとに行けなかったのはそこなんかも分からへん。でもマニマニはね、ストーリーマニマニだけじゃなくて、絶対階級はね、その学園の闇が知りたいから、またやりたいのはやりたいね。なんやでね、面白いね。
十何年、19年前やね、ミキちゃんと出会ったの。なあ、もうあっちゅう前ね、まだなんか、キーボードにね、チャットしててね、仕事終わったら、自分の部屋でチャットして、今日もミキに会いに行こうと思って、ガチャ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 チャットして、実態は見えへん、文字相手にね、もうキラキラキラめいてて、一緒に住みたい、会いたい。乗ってきて、あれからもう20年経つのか、早いな。でも未だに鮮明に、なんていうのかな、まあ、全て一言一句覚えてないけどね、鮮明にやり取りを覚えてるな。そこからね、みきちゃんと付き合い出してからはね、まあ、いろいろあったけど、ちょっと先はグリーンか、してからいろいろあったけどね、それまでのね、言うたら、まあ、恋した期間、ほぼ恋より愛やけどね、最初はやっぱり恋から見返りを求めるのが恋、その見返りは何かって言ったら一緒に住みたいっていうのがね、でも一緒に住みたいっていうのは自分のためもよりも、みきちゃんがいろいろ悩んでたら一緒に寄り添ってあげたいっていうのがあって、それから愛なんか恋なんか、まあまあ恋とやっぱ恋かもわからへん、きらめいてたんだけど、それはあっちゅう間に終わった。で、あとは愛、求めることなく与えるだけの愛に変わって、それからもう19年、未だに与え続けるというのか、いや求めてんのかもわからんな、抱きしめたい、唇の感触をって思えんのが今のかもわからへん。その中で、なんやろ、手元からいなくなって9年、一緒に暮らした時間が10年、離れてから9年、もうあと10ヶ月で暮らした期間と離れた期間が同じになってしまう。1週間、一緒に暮らし始めて1週間と離れたことがない。1回だけ、1回2回ぐらいかな、営業で1週間ほど家を空けた時があって、寂しくて、それでも毎日電話して、子供の声聞いて、みきちゃんの声聞いてっていう生活があったけど、切なくてたまらんかったのに、だいたいレース行くと木金土日曜日の夜帰ってくるんだけど、その時にね、ギュッて抱きしめた時の愛の確認した瞬間が、もうなんかたまらずとろける瞬間やったんやけど、それができなくなってもう9年とか、1週間以上はね、触れ合えなかった期間ってないのに、もう9年、9年よ、9年ちょい、9年と1ヶ月よ、唇に触れてないの。キスした切ないね。昨日のね、マニマニのエンディング、記憶を持ったまま未来に返されて、そこで大切な桂さんと出会って、桂さんのそっくりな下級生と出会って、でセリフまで同じようなこと言われて、ツンデレのタイプ で名前まで桂、見た目も桂、いやそれに確かに被るかもわからへん、抱きしめられた時同じ香りがしてって言ったら、もしかしたら恋に落ちるかもわからへんけど、それはミキちゃんじゃない
ミキちゃんにそっくりな人って思ったら、この話ね、子供ヒカルンが前に言っててん。お、NSR、NSR400 や。それもロスマンズ。友達乗ってたよね。ヒカルンが言ってね、もしお母さんとそっくりで、見た目もそっくり、性格もそっくり、声もそっくりで、この人が現れたら好きになるって聞かれて、真剣に悩んだけど、やっぱりそれはお母さんじゃないから好きにならへん。その人と話をして、会いたいし嬉しいけど、話をしても好きになれるかって分からんなって答えたことがあるんですけど、なんか昨日のあのストーリーがそれやったから、実際桂さんに離れたすぐで、ちょうどねあっちゃんがね泣いてた頃、みきちゃん亡くして、もう子供をもう育てることもできなくて、毎日泣いてた頃があって、1年ぐらいそれが続いて、1年どころじゃないな、もっと続いたの。そのね、亡くなってからね半年経つか1年経ってないなぐらいの時にヒカルに言われたんよ。ちょうどだからもう朝日なんてさ、未来にと返されて、あれから、数日後、要は宿題出されて、その宿題を忘れたからほんまに数日後やね、数年経ってる、学校からね消えてから数年自分は経ってる、江戸で経ってるけど、言うたら数日後、翌日みたいなもんや、ね、宿題忘れたからって言ったら、課題出されて、課題を提出も忘れてプリント持ってかされるって、ほんま数日後ぐらいの時に大切な人と会ったらどういうときめきするのかな。今やったらもう9年経ってるからね、なんかそんな 急に現れたよく似た人って思うけど、よく似た人がいきなりね、みきちゃんがこの世から消えて、翌日翌日、数日後ぐらいにみきちゃんにそっくりな人に会ったらどうなんねやろうって考えたら、昨日ね、あのあと、まあ、寝る前ちょっとね、まあ、あのお布団でぼーっとしてたんで、その時に考えた、恋に落ちるのかな、ありえへんのかな、まあ、でもそっくりさんやってことで自分を割り切るのかなーっていろいろ考えてみてんけどね、答えが出へんかった。でも答えは、会いたい、触れたい、抱きしめたい。切ないな。恋、いや、難しいな。
体の環境は嫌やけど抱きしめられたい、ね、抱きしめたいやん、抱きしめられたい甘えたい、GPS を受信しました。甘えたいけど甘えられへんねん、強がってんねん YouTube で強がらんと生きていけへんねん。だって恥ずかしいのよ、恥ずかしがりやのよでもこれが言えるようになっただけでも進歩やと思うよ、あっちゃんが泣きそうじゃな、エバグリでちょっと魚見て、てか行水行こうか。今日はね暑いからね、ちゃんと保冷をしてあげないと食材が傷んじゃいそうだね。よっこいしょ、うん、カゴ返す近くどこ、ほんまに前行った、よっちゃんしょー、マスクしてる人が少ないな、マスクしておこう、よいしょ、洗濯してボロボロになったな、もうそろそろ買い時かな、綺麗にはなったけどなんかね形がぐにゃぐにゃ、熱いよ、行ってきます。